クリテリウムデュ・ドフィネとは UCI ワールドツアーに組み込まれる自転車プロロードレースの一つ。ドフィネ地方を中心とした南フランスを舞台にしたステージレースで1947年から開催されている。2009年まではドフィネ・リベレ新聞社が主催者であったためクリテリウムデュ・ドフィネ・リベレの名称で親しまれてきたがツール・ド・フランスを主催するエース王が2010年。 以降の開催権を取得し、これに伴い大会名も上記に変更となった。また、ASO 主催の UCI ワールドカレンダー対象レースはヒストリカルレース扱いとされるのが通例だが、2010年の開催に関しては UCI ワールドカレンダー内の UCI プロツアーカテゴリーのままとなった。おおむね1週間程度開催され、開催時期の関係から、 ツールドスイスと共にツールドフランスの前哨戦として位置づけられている。また、アルプス山脈を中心とする山岳コースがツールドフランスでもほとんどそのまま使用されているケースも少なくない。したがって、著名選手の最終調整的なレースとしても位置づけられており、過去ないし後にツールドフランスで総合優勝を果たした、東大会の歴代優勝者は2020年現在、 延べ22名にも及ぶ。また、篠山という俗称を持つ門、バントへの頂上ゴールが設定される年度も少なくない。また2010年の開催では、ラルプデュエズがゴール地点として設定された。ありがとうございます。